猛虎ならば去ったぞ。猛虎ではなく族の一味が菰田を荒らし回っているのです。私の家族も皆殺しに、ひどいありさまで。俺が敵を打って死んぜよう。どこで殺されたのだ。我が家です。ここから北の川沿い。そこから足跡を追ってみる。お主の名は？サキと申します。家族の無念必ずや晴らそう。あれが先の家、中の様子は。賊と戦ったのか。なんとむごいことを。この地が記されておる。これはようやくお前と夫婦になれるだと。雪吊りの殺しではない。中は十分、次は外だ。主を守ろうとしたようだ。多くの足跡が街道へ。ここへ。お侍、お助けください。何があった？ケチの集落のことを聞いて、馬や薬を届けてやろうと思ったんですが、賊どもに見つかってしまい、荷を奪われました。奴らはいずこへ行った？菰田の村がどうのって焼けたはずですがね。行ってみよう。お主はケチまで歩け。合点です。奴らを見つけて叩きのめしてください。菰田の村、ここに賊が。頼むよ、見逃しておくれ。真実を話せ。
何を笑っておったのだ。バカな女が、ハルオっていう賊の頭に惚れちまったんだ。米の隠し場所まで漏らしてね。その女はサキか。そう、サキだけど、ハルオと夫婦になるどころか、結局家族を殺され、米を奪われ、しまいには捨てられた。サキの家族の敵討ちに参った。消え失せろ。先に確かめなきゃ。何があったのだ。なんともひどいお話ですよ。サキはどこだ。川に身を投げました。家族が死んだのは自分のせいだと思ったようでして。お主が会った賊にたばかられておったのだ。仇を討ったというのに。それはありがたい。きっとサキも成仏するでしょう。